703バツザ・クイズステージラウンド2、深見誠二役、横井翔士郎です。前作の劇中で行われたガチクイズ対決、最も多く優勝したのは深見麻里役を演じた鈴木彩音さんですが、2番目に優勝回数が多かったのは深見誠二役を演じた横井翔士郎さんである。それは何ですか、いじめか何かですか。僕1回しか優勝してないです。バツです。答えはバツ。正解したくないし、別にこんなの。はい。ちなみに正解は誰だと思いますか。中村海人くんですよ。最終決戦でも僕負けてますから。前作で主役越山式役を演じた西井由紀人さん、ガチクイズのシーンでは得意な問題を押し負けるたび、やだもうと役から離れたお姉的リアクションをしていた。ある、覚えてます。やだでしょ。はい。今年のゴールデンウィーク、三越劇場で行われる703バツザ・クイズステージラウンド2は見逃せない舞台になるか。丸。ラウンド2ということは2回目でございます。2回目ということはより良いものになるはずです。というかそうしたいと思います。新しいキャストと去年から引き続き、続投しているキャスト と、新しいものをで、まあ、おそらくガチクイズ大会もあると思うので、そちらのお勉強も頑張りつつ、三越劇場にいらっしゃる皆様にね、いいものを見せれたらと思いますので、ぜひ劇場まで遊びに来てください。バイバイ。